東京アパッチ、東京アパッチ、東京アパッチ、英語名東京アパッチは、かつて2005年から2011年まで、日本プロバスケットボールリーグ、BJ リーグに所属していた、プロバスケットボールチーム。リーグ初年度の2005から06シーズン序盤は、失点が多く苦しんだものの、その後徐々に勝ち星を重ね、レギュラーシーズンの最終結果は20勝20敗で3位だった。 個人タイトルはレギュラーシーズンでハンフリーが平均得点でリーグ首位、ピッペンは3位。その他ハンフリーはスティールとスリーポイントシュート成功数でピッペンは出場時間でリーグ上位に入った。青木公平はフリースロー成功率でリーグ首位、ピッペンはベスト5に選ばれた。プレーオフでは初戦で新潟アルビレックスに敗れ3位決定戦では 仙台89アーズを下し3位の成績だった。いわゆる異競技交流の一環として、元西部ライオンズ選手、監督の東尾治を代表取締役社長兼、ゼネラルマネージャーに迎える。また、同じく、東京を本拠地とする、プロ野球球団、東京ヤクルトスワローズとも協力関係を締結した。なお、選手については、日本人選手及び、 ハンフリーと契約を更新。新外国人として、バドルで、タフセユータのチームメイトだったニック・ビリングス、開幕直後契約解除と NBA のキャンプに参加したジレミー・マクガイア、12月に契約解除元、仙台1 9アーズのマイケル・ジャクソンの3選手と契約。外国人以外の補強は行わずにシーズンを迎えた。 リーグ屈指の得点力を誇ったが、リーグ最多失点を喫し、外国人選手の入り対談も頻繁であったため、チームの歯車が狂い、結果として8チーム中最下位に終わった。個人タイトルは、青木光平は、リーグベスト後、最高フリースロー成功率、ハンフリーは、試合平均得点の個人タイトルを2年連続で獲得している。青木恒平。 ハンフリーら主力が残留し、大阪から情報を正し、中村直人の優先交渉権とのトレードを、新潟からニック・デイビスと大型補強に成功した。攻撃力のアップと崩壊した、守備の改善に成功し、新潟、埼玉とのプレーオフ争いを演じる。2月には、中村智也や、ディーン・ブラウンを獲得し、チームのムードも良くなり、6連勝するなどしたが、埼玉。 新潟も勝ち星を積み重ねたため、東京はプレーオフ争いから抜け出すことができない。そんな中、リーグ終盤の新潟との直接対決で連勝し、一ゲーム差に詰め寄ると埼玉との直接対決の2戦目を勝利し、埼玉をプレーオフ争いから脱落させると、新潟も仙台に連敗を喫し、勝率で新潟と並ぶ。次の沖縄戦で勝利し、 プレイオフ圏内である3位以内は確定したが、史上初の聖地、代々木第二体育館での開催を目指すべく、チームは踏ん張り4連勝。逆に新潟は最終戦で黒星を喫し、東京の東地区2位が確定した。史上初の代々木第二でのワイルドカードゲームは、東京が新潟に勝利し、プレイオフ進出が決まった。プレーオフでは、仙台十九アーズに勝利したが、 決勝で大阪エベッサに敗れた。ドラフトでは JBL レナカムイ北海道でアシスタントコーチだったヤタ工作を指名2006から07シーズンで高松ファイブアローズのファイナル進出の原動力となったジュリアス・アシュビーと、ドイツリーグでプレーしていたティッツ・オ・ジョンソンを新たに加えた以外は選手の入れ替えはほとんど行わずまたアシスタントコーチの役割は置かないまま シーズンを迎える。また、レギュラーシーズン初となる、代々木外に体育館及び、駒沢体育館での開催が決まった。レギュラーシーズンは、イースタンカンファレンスで新規参入の浜松、東三河フェニックスに次ぐ2位に終わる。プレイオフでは、カンファレンスセミファイナルで、仙台を破り、カンファレンスファイナルでは、浜松に勝利し2年連続の決勝進出を果たすが、 琉球ゴールデンキングスに敗れ2年連続の準優勝に終わる。2009年オフをもって、東尾 GM 及びブライアント HC が退任し、第2代 HC に前年度まで高松を率いた青木観点が就任。チーム運営会社も、東京バスケットボールプロモーションから、エクスターホールイングス、眼科量機器、メーカー、エクスターの持ち株会社に変更され、2009から10。 シーズンは新体制での船出となるシーズン開始後にエクスターエンターテイメントに移管。このシーズンは代々木第二をメインとし初の東京都外開催となる大和スポーツセンター及び横浜文化体育館でも各2試合を行った当初は横浜文化体育館の主賀線が初の都外開催の予定であった開幕後に発表された日程変更で初の都外開催は 大和スポーツセンターでの新潟戦となった。11月30日、全運営会社である東京バスケットボールプロモーションに対し、有明コロシアムの管理会社が主催試合の会場使用料の未払い分計、約2700万円の支払いを求め、東京地裁に提訴したと報じられた。2010年4月には開館したばかりの墨田区総合体育館でも試合を行う。 選手では、ジョン・ハンフリー、ジョー・ホー・タダシラが対談。新入団選手として、板倉・クラ・レーナを獲得したが、シーズン前の経営問題による準備不足で開幕を、ロスター8名、うち、外国人2名で迎えた。前半戦は7連敗を喫して、再開沈むなど苦戦したが、シーズン中に前い松のラシード・スパークスや、元仙台のマイケル・シャペールらを補強。後半戦になると、 チーム状態は上向き、埼玉、富山を追い抜いて、東地区4位になり、3シーズン連続でプレイオフ進出を果たす。しかし、カンファレンスセミファイナルでは、浜松に敗れて、ファイナル進出はならず。2010年オフ、チーム運営会社であるエクスターエンターテイメントは、エクスターグループ保自分の株式を、エボリューションキャピタルマネジメントに売却。これに伴い、社名も、 エボエンターテイメントに変更となる。なお、エクスターグループは、スポンサーとして引き続きチーム運営に関わる。代表取締役には一時、草壁大二郎事務局長、2009年まで、株式会社日本、プロバスケットボールリーグ経営企画室ディレクターが、就任した後、9月にホックスマークの山本雄一が、就任し、草壁は、顧問となった。プレジデントとして、 エボリューションからの出向で、元 NFL 選手のクリス・ヘザリントンが就任。ゼネラルマネージャーに、コナー・ヌー、ヘッドコーチには、青木剛しに代わり NBA チームヘッドコーチ、経験者である、ボブ・ヒルが就任。大分からマキ田レン・サトシが復帰し、新戦力として、元 NBA プレイヤーのロバート・スウィフト、2011年の NBA ドラフト候補に上がっていたジェレミー・タイラーをした、エしタ。 2010年9月14日、会場確保に不具合が生じたため、2010年10月30日から31日に、長野県の作詞総合体育館及び選挙区市、徳良体育館で行われる、浜松戦以外すべてのホームゲームを2011年1月以降に、開けするとした、日程変更を発表した。1月から3月までの試合はべて国立予ぎ外に体育館で行われる。 2010年10月にシーズンが開幕した後は開幕当初を除いてプレーオフ進出圏内の順位を保っていた。しかし3月11日に東日本大震災が発生したことを受け不安定な電力供給事情による節電への協力や被災地へ物資を優先させる等人道的理由により以後の活動を全て休止すると発表しシーズンを終えた。 2011年6月7日、当初予定されていたビジネスパートナーやスポンサーの確保が難しくなったため、2011から12シーズンに参戦しないと発表した。そのため、FA 健康史選手以外の全選手がプロテクトの対象から外れ、エクスパンションドラフトの対象となることと、エクスパンションドラフト対象選手が指名されなかった場合は全て自由契約種となることも決まった。 2011年11月、調布市に新会社、東京プロバスケットボール準備株式会社、後に東京プロバスケットボールクラブ株式会社に、会社が設立され、東京アパッチの活動再開ではなく新規参入に、更新がへ。2012年1月に新規参入が承認され、新チーム名を公募した結果、3月に、東京サンレーブスと発表された。そのため、 東京アパッチは2011年をもって事実上消滅 BJ リーグ史上初の脱チームでもあるすることになった。2008から09シーズンまでの運営会社であった東京バスケットボールプロモーションはその後再建者から破産を申し立てられ2017年3月6日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた ゲーム差はうちは、プレイオフ圏との差をそれぞれ表している。ベスト5フリースロー成功率得点。最多得点。最多失点。最多連勝最多連敗同一カード。最多連勝同一カード最多連敗。最多観客動員試合最小観客動員試合。年度別観客動員記録。アッパくんと、ちーちゃん犬のキャラクター。2010から11シーズンより登場。 アパ君は黄色いユニフォームを着て背番号は88、チーちゃんはピンクのユニフォームを着て背番号は77。2010から11シーズンを前に行われたウルトラ怪獣ドラフトでノーバを獲得した。2006から07シーズンよりゴリエハイ総脱全日本チア選手権準優勝のガム級スーパーアイゴリーダンスプロダクションが応援パフォーマンスを披露した。 2007から08シーズンからは、東京アパッチダンスチームも結成された。2010から11シーズンは、エボエンターテイメント主導でオーディションを行い、日本人とアメリカ人混成の新チアダンスチーム、東京ガールズが結成され、ロサンゼルスで合宿が行われた後、2010年1月の、代々木第二体育館でのホーム開幕戦から、専属チアチームとして活動していた。 シーズン終了後に東京アパッチは活動を休止したが、東京ガールズは改めてオーディションを行い、8月の女子バレーワールドグランプリ2011で再デビューして活動を継続している。プロデューサーは八木下陽子。2006から07シーズンのブースターソングは沢田健二の t o k o が使用されていたが、2007から08シーズンはスタジアム MC の MC。 梅が書き下ろした楽曲をブースターソングとした。しかし、2008から09シーズンのブースターソングはない。アパッチは、BJ リーグの理念である地域密着活動を積極的に行っていた。ほぼ毎週のように、小学校を訪れ、クリニックを行っているほか、学芸大学駅、渋谷センター街にも応援フラッグを掲示していい。他にも、 カリガリなどの東京アパッチ応援店舗とのコラボレーションを行うなどしていた。観客動員数は2007から08シーズンは合計で7万1425人、リーグ最高の平均3246人の観客を集めた。しかし、スポンサーが少なく無料招待者に依存している状態は否めず、観客動員数の波が激しい。 開幕戦では7000人以上のブースターを集めたが、反面1000人台の試合も数試合あり、リピーターの数が伸び悩んでいる状況だった。また、大阪エベッサや埼玉ブロンコス、高松ファイブアローズ、新潟アルビレックスとの試合では、比較的多くの観客が集まる傾向だった。チーム発足当時から地元高東区のケーブルテレビが、応援番組を放送していた。 また2007から08シーズンには、東京 MX テレビは4回にわたりアパッチの特集を組んだ。ただし地上派での実況放送は、東京 MX なを含めほとんど皆無で、BS、藤川ラの中継が主。まだ、東京都民にとって、東京アパッチの存在が薄いことは否めないが、有明コロシアムのある、江東区では、アパッチの認知度は日々高まってきていた。 2007から08シーズンのプレーオフで JBL のファイナルが毎年行われるバスケの聖地泳ぎ第2体育館での初めての BJ リーグの試合が行われた結果は東京が新潟に103の88で勝利しプレーオフを決めた2008-09シーズンにも公式戦が8試合行われ2009から10シーズンは有明コロシアムに代わり正式なホームアリーナとして 使用された。なお、国立代々木第二体育館には国際競技規則に沿ったバスケットコートのラインがあらかじめ引いてあるが、それは国際ルールと BJ リーグではコートサイズが若干異なるため使用せず、アパッチ主管試合では BJ 仕様のコートを利用していた。2008から09シーズンに向けて2008年8月1日に コミュニケーションデザイン事業を展開する株式会社ジールアソシエーツと資本提携、業務提携を結んだ。有明コロシアムでの演出名や総合クリエイティブの強化が目的だった。BJ リーグの公式戦は原則土日に連戦であるが2009から10シーズンのホームゲームは平日中心に組まれていた。これは 代々木第に体育館を使用料の安い平日に借りることで経費削減を図るためである。このシーズンの代々木及び大和スポーツセンターでの公式戦はすべて平日開催となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。